ミラクルスパークス。あべえ。フィニッシュドール。ねえお母さん、聞いてほしいことがあるの。あらエムリス、どうしたの？そんなに改まって。うん、私ももう18歳だから、そろそろ修行の旅に行こうかと考えてるの。エムリス、私の魔法の力もだいぶついてきたし、きっと今ならいろいろと成長できると思うわ。そうね、エムリスももう大人の女性だものね。自立に向けて修行に行くのもいいかもしれないわね。ありがとうお母さん。それじゃあ。でも待って、修行の旅に出る前に少し準備をしなきゃいけないわ。うん。それにできればママを安心させてから出発してちょうだい。安心？そうよ、修行の旅はとても危険なの。世の中には悪い人も多くいるわ。修行で行く魔女の塔には罪人となった亡霊たちも住んでいるの。うん。愛するエムリスが修行の旅に出ることは賛成よ。でも危険な目にはあってほしくないの。だからエムリス、あなたを少し試させて。試すの？いいわ、お母さんを安心させてから旅立つわ。ありがとうエムリス。それじゃあ早速だけど、南の丘の上にあるチェリーを取ってきてくれるかしら。チェリーを取ってくるのね。気をつけるのよ。南の丘が立ち入り禁止場所になってる理由はパープルウルフが出るからよ。パープルウルフは丘に入ってきた人間を襲うわ。縄張り意識が強いの。知ってるわ、学校で勉強したから。そうね、頭のいいエムリスなら大丈夫だって思ってる。気をつけて行ってくるわ。油断大敵よ。はーい、行ってきます。
無事に帰ってきてくれて嬉しいわ。はい、チェリーよ。確かにチェリーね。いつしかエムリスも一人でチェリーを取れるまでになってたのね。もういつまでも子供扱いしないでよ。私だって将来のことも考えてるんだから。そうね、いいわ。修行の旅に行ってきなさい。お母さん、ありがとう。でも本当に気をつけるのよ。魔女の塔には危険がいっぱいあるって聞いてるわ。正直18歳で魔女の塔に行くには早い気がするけど、エムリスが決めたことだからお母さんも応援するわ。最近魔力もみなぎってる気がして好調なの。エムリスは生まれた時からずっと元気だからわからなかったわ。もうお母さんたら。ちゃんと手紙を書くのよ。うん、わかったわ。お母さんを心配させないようにする。気をつけて。ありがとう。エムリス、行ってきます。ミラクルスカイ、エイエイ、ニャーニャー、エイ。モンスターもだんだん強くなってるけど、きっと私なら大丈夫。やー、えいや、とーん、やー、やー、やー、えいや、えいや、えいや、やー、やー、えい、えいや、えいや、とーん。ミラクルスカイ、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 ニャー、エイ。ミラクルスカイ、ミラクルスカイ、ミラクルスカイ、ニャー、ニャー。
クルスカウス、ミラクルスカウス、ニャッ、エイヤン、トーン、ミラクルスカウス、エイ。お客さんかしら。あ、はい、エムリスと言います。修行の旅で来ました。そう、まだ若いのに命知らずなのね。あなたは、もしかしてあなたも修行の旅でここにいるのですか？面白いわ。久しぶりに笑っちゃった。すみません、違うのですか？私はこの塔を守る魔女。名前は、そうね、マリーとでも言っておきましょう。マリーさん、よろしくお願いします。オーロン、勘違いしないでくれる？あなたとは敵になるのよ。え？当たり前じゃない。私はこの塔を守ってるんだから。この先に進むには、私を倒して進むことよ。そんな、マリーさんは女性ですし、戦うなんて。しないでくれる？あなたごときが私と戦いになることもなくて、一方的に殺されるのよ。そんな、私はただ…さあ、ごたくはこれぐらいにして、行くわよ。ちょっと…はあ、なかなか…ミラクルスカウス、エイヤ、ダメ、エイヤ、トーン、エイヤ、エイヤ、それでトーン、ミラクルスカウス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 、エイヤ、トーン。エムリス、なかなか強いわね。よくやったわ。私の負けに。マリーさん、どこですか？私の肉体はここにはいないの。ここにはいない。さあ、奥に進みなさい。あなたには最後の試練が残ってる。試練ですか？今まで味わったことは、ずっと快楽への試練よ。ずっと快楽。台座に赤の血を注いで満たすのよ。その時、あなたは永遠の魔力を手に入れることができるわ。
して、これが大豆。何あの突起物は。どうしよう。でも寝るしかないよね。台座を墓の地で満たしたエムリスは魔女の塔を後にした。みなぎる魔力を手に入れたエムリス。魔女の塔で経験した修行は生への快楽をもエムリスに教えることとなった。家路につく。その後エムリスは自立した一人前の女性として魔法界で活躍していく。